こんにちは、花山さん。先生の話ね、まあ、よかったですね。花山さんにとっては先生ってのはそういうふうに映ってるんだろうなと思うんですよね。それも一つの、まあ、いわゆるね、学校に行って、覚えた先入観の一つかなと思います。で、そういう例ならいいんですけども、残念ながら性犯罪に遭ってしまったその女の子はですね、花山さんぐらいの年になってもそのことをずっと心に深い傷になってるんですよね。そして多分10年後も20年後も40代になっても50代になっても60代になってもですね、学校というものに一定の警戒感を抱いて、嫌悪感を抱いて、なかなかねこれは一生涯取り戻せないんじゃないかなと思うんですよ。花山さんはそのマインドセットを教えてくれたっていうありがたさを一生涯忘れないと思いますけども、私も同じでですね、その時に根付いた感情ってのはずっと持っていくとなるとかなり怖いなと思うんですよ。私たちはたまたまねそういうふうな気持ちで悪い印象を持たなかったかもしれないけども、そうじゃない人が一生台無しにするってのも逆の意味でね感じれると思うんですよ。花山さんは学校の先生に一生応援してもらってるような印象を持っているけども、でも逆の方がいる。これをね私も気づくのがだいぶ遅れました。まあ、私はね学校の先生にぶん殴られたりとか、本当に工具でね後頭部をゴガーンとねぶん殴られたこともあって、一瞬気を失ったことが鼻血が出たりもしたんですよ。それこそねそのビーバップハイスクールよりも恐ろしいハイスクール落書きっていうドラマもあるんですけど、ブルーハーツのテーマソングのね、あっちぐらいの恐ろしさがあったですね。その的場浩司の格好に憧れて、当時の学ランの下には赤いシャツを必ず着ていたんですけどもここを外してねやっぱねまあ、その格好はともかく、私の場合は先生にぶん殴られたとか先生に何かされたのを人に言うのが恥ずかしかったですね。特に親とかにあんなやられたよ先生にとか言って告げ口するのが格好悪くって、やっぱりこう男対男で付き合ってくれるっていう風なところにありがたさもあったり、あとやっぱりねこちらとしても、まあ、子供ながらに五分だと思ってたんですよね。まあ、だから全身でぶつかれば全身で返してくれるだろうって当たり前のように甘えてたっていうかね、思ってましたね。でも考えてみたら、例えばですけど、私一人に手を取られてるってことは他の人におろそかになってたとも思えるんですよ。ですんで自分に対してものすごく一生懸命やってくれた先生がいるってことは、ほっとかれた生徒もいるんだろうなと思って、今はね足を引っ張ってしまったっていう思いしかないですね。大したことはしてないんですけども、けどやっぱね、なんか騒ぎを起こして、まあ引き取りに来てくれたりとかね、まあ、いろんなところに先生は現れちゃ、黙っててくれたりとかねしたもんですよね。まあだから憧れもあったかな先生にね。だから余計思うんですよ、性犯罪っていうのがこうやってインターネットの普及によってね身近に感じれると。私が行ってた学校では少なくとも私の目の届く範囲ではそういうことはなかったんで、なかったと信じたいですけども、こういうのってのは闇に隠れますんでね。だから同窓会に来ない、まあ私が同窓会に呼ばれなかったっていうかね、全然存在感なかったんですけども、もしかしたら同窓会で、40代になったね女性たちが当時何々先生こんなことされたみたいなことをポロッとね思い出話として言うかもしれない。その時にきっとショックを受けるでしょうね、自分の母校でそういうことが起きてたってことを知らされると、でも実際にこういうふうな性犯罪っていうのは闇に隠れて誰も知らないまんま、笑ってるみたいなことが往々に起きるんでね、まあ、声を出して勇気を出してヤフーニュースとかに出てくださった女性が、まあ、どんな思いだったのかってことは想像にねもう本当こう込み上げますね。ここグッと胃液がこう逆流しそうな思いがします。本当に私はね今でこそ自分なりの正義感がついたんで、自分勝手ながら許せないなという気持ちが込み上げてきたりね、でもなんか私がいることによって迷惑を被った女の子とかもいたんじゃないかなと思いますね、今思えばね。俺はいいだろうみたいなところもあったりとかしたと思うんでね、気が向かなきゃドーンとね男の子ちょっと殴ってみたりとかして、多分恨みに思ってんだろうなとかね、変なあだ名つけたりね本当あだ名とかひどかったですから、私のつけ方はねなんかボンクラみたいなあだ名とかつけたりね、その流れ川でもそういうあだ名つけてたりしてたんですよ。いや街のなキャッチの男の子とかにね、なんかひどいことばっかり、私が自分でしたひどいことは結構忘れてるなと思いながらね、まあでも性犯罪とかはちょっとねないなと思いますね。なんだったんでしょうねということでね、今日はあんまり
なんかビジネスのためにならないことだったんですけども、まあこういうのもたまにはね、うん、あってもいいかなと。花山さん、ね、ぜひね、そういうのも込みで、あの気がついた時が始める時かなと思いますんで、まあ男一匹、うん、なんかね、顔で笑って腹で泣くじゃないですけども、痛い目を見るのは俺たち男でいいじゃないですかね。そして、涙こらえてね、支えてあげる、そこになんか任侠道っていうね、ちょっと古い考えですけども、まさに私はね、今必要なのは任侠道だと思いますよ。暴力団とかヤクザってことじゃないですよ、任侠ですからね、うん、上に強くて下に弱い、強いものに歯向かっていって弱いものにはね、やっぱ優しさを分けてあげる、そんなね、あの任侠道が今本当に求められてるんじゃないかなと思います。で、年末年始とまさに任侠道が必要な時期ですよ。俺が責任取るからやってみろみたいな感じとかね、それから、まあ豪快に餅を食うとかね、酒を飲んだりはしないですけども、少なくともね、高いところにある飾り付けで困ってらっしゃる近所の方がいたら、あ、しめ縄つけようかみたいな感じで見ず知らずの人に手伝いに行ってあげるとか、うん、まあなんていうのかな、俺がいるから大丈夫だっていうふうな一言が言えるかどうかってことですよね。俺がついてるからよっていうような感じです。いつでも飛んできてやるよこんな感じでね、男はつらいよの車虎次郎じゃないですけども、私はその任侠道ってものを心に秘めてる日本男児でいたいなと思いますね。はい、ということで息子の名前も大和になりました。大和魂をね、全開にして私も名前の通り朗らかに徹していこうかと思います。そう考えると花龍馬さんの龍馬っていうのは本当一時代を築いた素晴らしい名前ですね。名付け親のね、うん、その名前のセンスに感じるものがあるなと思いますね、うん、ラッキーですね、花山さん、その名前をいただいたこと、うん、まさに名前が一番の先生じゃないかなと思いますね。生き方を示してくれる、これ今回の動画の最後になりますけども、名字と名前ってあるじゃないですか。名字ってのはその人が生まれ育ったところとか出身地を表しているそうなんですよ。いわば過去ですよね。例えば森田さんだったら森の中の田んぼに住んでたんでしょうね。昔そういうところにいたんだろうと思いますし、木下さんだったら木の下に住んでいた家があるのかもしれません、秋田さんだったらね、秋の東北の田んぼにまたいたのかもしれませんよね。でも名前っていうのは子供につける未来に対する希望なんですよね、きっとね、うん、だから龍馬のようになれよとかね、世界を変えてくれよとか、龍のようにたくましく、馬のように素早く力強くっていう意味なのかもしれないですね。花山龍馬さんは自分のお名前どういうふうに感じてらっしゃいますか。じゃあ今回は以上です。